三味線ここなんていうかどこまで知ってるかなっていうのを聞いてみようと思います。いいですね。まずここの部分、三味線のここの部分はなんていうのかな。はい、マキちゃんどうぞ。三択とかしないですか。もういいか。もう三択問題とかしないで。三択にそこで選ぶの。いいですね。分かんない。分かんない。分かんない。だからお前は、お前言ってみて。何何なんだと思う。じゃあ勘でいいから、なんだと思う、ここは。いや、あ、もう当てちゃっていいですか。あ、構わない。サオ、サオ、サオ。お前はサオ。正解はサオだな。あ、サオですか。サオここサオ当たりました。よかったです、よかったです、よかったです、はい、よし、じゃあ次、はい、ここここはここ、ポマ、はい、天神、天神、正解です。天神、あ、これが、ここが天神は分かってるんですよ。天神は字はどう書きますか。当てに行きますよ。当てに行ってよ。天神、天、天神。いや、これも三択にしません。三択っていうか、あの、もう今の時点で三択違うやん。あ、じゃあ佐藤さんどうぞ。私筆でよ、書けへんねんけど、これじゃないの。あ、そうかも、そうかも。え、こういうのもあるかもしれないよ。ちょっと待って。あ、じゃあ三択になりましたね。三択ですね。正解は天神。おー、当たったー。当たった。私やらやったこれやったら、はい、私ややった。じゃあこれは吉田くん。糸巻き、糸巻き。それからじゃあここの金色の部分あります。金色の部分、金色の部分、これなんちゅうの。え、そんな部位の名前ありました。あったっけ。ありましたね。そんな あるとかないとかの話じゃないんだよ。あ、そう、私はわからないです。はい、吉田くん、この金色の部分、ヒント欲しい。欲しいです。なんとかごま。何ごま。鉄ごまではないです。ごま、ま、これもごま、ここもごま、でも何ごまかな。鉄ごまではない。何ごま、こっちが上下、これ下の方についてるごまですね、これは、まあ、ね、そのごま、こっちは上の方についてるね。だから上についてるから違います。